ハニューの、RE、プレイ、アイスショー、自信、勇気、優しさが見え隠れするエキストラオーディナリーな出発。フィギュアスケーターのハニューさん、28、は、その卓越したスキルと情熱で、世界中のファンから愛されています。最新のアイスショー、RE、プレイのツアースタートを前に、彼のファンへの優しさと自信について、中国のコラムニストが感銘を受けました。この記事では、 ハニューさんのアイスショーがなぜ、超常的な措置と称され、彼の自信、勇気、優しさが現れるかについて探ってみましょう。アイスショーの非凡な展開。ハニューさんのアイスショー、RE、プレイは、ファンにとって待ちに待ったイベントです。しかし、ファンが驚いたのは、11月4日に埼玉で行われる初日公演が CS テレ朝チャンネルで生中継されること。 さらに日本全国の100以上の映画館でライブビューイングが行われ、6日にはリレービューイングも予定されていることでした。さらに、台湾、香港、韓国の映画館でもライブビューイングが行われます。この驚くべき展開について、何が羽生結弦さんを借り立てたのでしょうか工業の基本とアイスショー。アイスショーは一種の工業であり、その成功は利益に大きく依存します。 入場率は工業の成功を判定する要因の一つです。しかし、アイスショー前にテレビや映画館での生中継が行われると、チケット売り上げにどのような影響を与えるでしょうか羽生譲の自信。コラムニストは、羽生譲さんのこの大胆なステップについて、まず、彼の自信に触れます。佐賀と横浜での公演を前に、初日にライブビューイングを行うことがパフォーマンスの新鮮さを損なわないか。 また後日の観客動員に影響を与えないかという懸念があるでしょう。しかし、羽生譲さんは自分のアイスショーに対する自信を持っています。それが、この大胆なステップを踏む背後にある理由の一つです。アイスショーの卓越性。羽生譲さんは、過去のアイスショー、プロローグとギフトからの経験を生かし、アイスショー全体の品質を向上させました。彼はフィギュアスケートの技術だけでなく、 プログラム全体のストーリー構成、照明、音響、グッズデザイン、現場の管理など、すべてにおいて卓越した仕事をしました。これが、羽生結弦さんの自信と勇気につながっています。ファンへの優しさ。最後に、羽生結弦さんはファンの熱い思いを理解しています。彼のアイスショーのチケットは入手が非常に困難であり、ファンが世界中から駆けつけたいと願っています。初日に生中継を行うことは、 ファンへの特別な贈り物と言えます。これは、コストド返しの行動であり、羽生結弦さんの優しさの一面を示しています。羽生結弦さんの、RE、ブレイ・アイスショーは、彼の卓越したスキル、自信、勇気、そしてファンへの優しさが融合した素晴らしい出発です。彼のアイスショーは、フィギュアスケート界において一つの基準となり、彼のファンにとっては特別な瞬間となるでしょう。 我々は羽生結弦さんの成長と成功を楽しみにしており、彼の未来に期待を寄せています。